大和、大ちゃんを頼むね。頼む。もうめっちゃ切れる。でもぺちゃんこになっちゃってるから、ひら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 。やったドチャブリッド。意外雨持つよね、結局。また11時に来ちゃう。もう何なのこの天気予報。どうもおはようございます、マッシャンです。今の時刻は6時30分、まだみんな寝ていますね。扇風機の充電、朝まで持ちました。この眺めが何とも言えません。こちらのキャンプ場は11時にチェックアウトなのですが、8時から雨がパラつくという予報になってます。前回の動画の続きなのですが、こちらが我が家の基地周りのレイアウトになります。カトラリー系がまだ揃ってないんですよね。キャプテンスタックのトラッシュボックス、こちらかなりお気に入りです。それとベアボーンズの3連ライト、こちらだけで我が家のテント内は十分ですね。夜中にも少し雨が降ったようです。まあこれぐらいだったらね、日中晴れてればもうすぐ乾くぐらいのものなんですが、一応この後ね、8時から雨が降る予報となってます。これがどうなるかな。まだ6時半ということで、静寂に包まれているキャンプ内です。3連休かつ人気のキャンプ場、場内は密集しています。私のお気に入りのテント、アルニカ、惚れ惚れとしているひとときです。とりあえず子供たちが起きてくる前にテーブルとかチェアを外に出しました。昨日は雨が降る心配があったので、テント内で食事を済ませていたのですが、やはり外で食事をした方が開放感が全然違いますよね。タープの下でっていうのが一番ベストだと思うのですが、今回はこちらのスタイルで行こうと思います。もうちょっとで7時になります。我が家はこんな感じ。ここ山くんも起きてるし、大地くんも安定のいたずらをしています。今日のスケジュールとしては、すぐに朝食を食べた後一気に形をしてしまおうという戦略です。雨が降るまで間に合うか、今日のミッションですね。大和、大ちゃんを頼むね。頼む。頼むね。涼しくなってきた？あ、じゃあまずいね。我が家の撤収動画、こちらから倍速で流したいと思います。こちらの扇風機、お求めやすいお値段だったのですが、結構いいですね。風自体はそんなに強いわけじゃないんですけど、一晩電池は持ってくれましたね。それと首振り機能がついてるのがいいですよね。このニトリの衣装ケース、我が家は今回2つ使いましたが、こちらもね、衣類がしっかりまとめられて撤収時に移動がとてもしやすいです。
I'd ask you to stay if I could. Though my lips are sealed, you still get me. Yeah, you do. That's why I said that we should be more than a couple. Of hours is not enough. So kiss me again and again and again. The way it should be. そういえば7時ぐらいから撤収始めてる感じです。とりあえず、中のものを外に出してインナーテントも畳みましたんで、今度このテント自体を畳んでいこうと思います。いらないバスタオルを使って結露した雫を拭き取っていってます。I'll try to keep up in your shadow, feeling good. And if we move too fast, I will tell you. I'll ask you to stop, but I won't. The way that we both feel about this just means go. That's why I'm going to7時25分、一応あと30分ぐらいで雨が降るという予想になってます。この辺あたりまでは一人で撤収をしました。テント自体を畳むときは二人の方が断然効率がいいですよね。ちょっとね、ママに手伝ってもらってます。That's why I said that we should be降ってきてもおかしくないけどね、これなんか嫌な予感するよね、雨雲がもうなんか昨日もう疲れてすぐ寝ちゃってたんだよ、そのまま寝ちゃった。俺なんか11時過ぎまで起きてたんだけど、起きてたというよりは疲れすぎて外で椅子出して寝てたからね。起きたらやばみたいな俺ここで寝てたのかよみたいな。外で寝てたの気失ってた。虫とか大丈夫だった？虫は大丈夫だけど、色々と反省をしててさ、何年がこんなにダメだったんだろうと思いながらさ、これもね、今日初おろしの名前がこれなのか分かんないけど 4W1H、 これを今日初めて使おうと思ったら、このね、タフマルじゃあ男を買わないと落ちちゃいますね。あとは昨日使用したマルチグリドル、これね、これも僕の焼き方が悪かったんだと思うんですけど、結構ね、こうやって
焦げが、焦げというか焦げなのかな、こういろいろと張り付いてて結構落とすのに大変だったんですけど、これなんか焦げつかないとかっていうのが売りなのに、焦げついたってことは僕のやり方がちょっと悪かったと思うので、ちゃんとした使い方をねしっかりと調べてみようと思います。いただきます。このチーズダメだね。オイルもトロトロになっちゃうね。オイルみたいに。早くレースやろうよ。デリカで？うん。早いよ。パパが山君をバーンとこう跳ねたら、山君が上に飛んでって、でもぺちゃんこになっちゃってるから、ひら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 って落ちてくるけどいいの？いいよ。デリカ、ここでどれぐらい切れるか。ここっていうのがちょっとダサいんだけど、今日はしょうがない。で、試しに。もうめっちゃ切れる。マジで予想以上に切れる。すごいねこれ。めちゃくちゃ切れた。こんなに普通だって、これパンとかって普通切れにくいですからね。こんな鋭角に切れて、綺麗に。わかるかな。切れたし、かっこいい。ちょっとこれでね、調理していこうと思います。これからすごくない？えらいことになる。気をつけない。えらいことになるよ。気をつけて。絶対強いからね。さて、ここから残りの後片付けをしていきたいと思います。突然雨がこうバーッと降ってきちゃって間に合わなくて、今車の中に急いで物をガンガン積み込みました。とりあえず撤収完了ですね。ほぼほぼ車にもう積み終わりました。なんかね、この途中雨が降ったりとかしたので多すぎて積み出せもあって、しっかりと積み切らなくて、セカンドシートの方にも結構物が乗ってる状態です。とりあえず撤収終わったね。なんか雨がさ降る前にさ、朝のおやつは？朝のおやつこれから買う？
とりあえずはね、これから台風が近づいていく中で土砂降りになる前に撤収は完了しました。やった土砂降り、土砂降り。山くんはね、iPad とかね、見て暇してた？ iPad 見て時間を潰してた。時間潰してたね。そう、パパね、今潰してたって言葉が出てこなかったけど、山くんすごいね、よくわかったね。いやー、今度は、おやつ買って。帰りのどっかで買ってく？あと雨が降るギリギリまでこの施設の中にある遊具とかでちょっと遊んで、ね、帰ろうと思います。またね、今後も見ていただけると嬉しいです。危ない大丈夫？いやいや、危ない危ない危ない、戻れ戻れ危ないよ、危ない危ない、戻れ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 、もう一回やつ、どう、面白い？君もまた汚れたね。意外雨持つよね、結局。もう何なのこの天気予報。何？